さて続いてはパリオリンピック特集です。陸上の3000メートル障害に出場するスバルの三浦龍司選手に意気込みを聞きました。陸上の3000メートル障害でメダルが期待されるスバルの三浦龍司選手、5月に参加標準記録を突破しパリへの切符をつかみました。三浦選手にとっては2大会連続のオリンピックです。今年の海外レース一発目だったので、そこでこう超えたいなというか内定をしたいなというふうな思いはあったのでほっとはしました、ね、うまいレース運びだったりとかというところを含めて、いい手応えのあるレースだったなと思います。6月中旬、三浦選手の姿は長野県にありました。標高2000メートルでの高地トレーニング、レース終盤に必要な粘りの走りを磨いています。島根県出身の三浦選手は高校時代に3000メートル障害という種目に出会います。高校にその最初に出会って強くなれたというか、走力も伸びたと思っているので、やってみたら自分にこう結構合ってて、結果も伸びてきているというところなので、今の結果になっているのはその種目に出会えたからだと思います。陸上人生の大きな転機は19歳で出場した東京オリンピックでした。日本人初の7位入賞、世界と勝負できると実感したといいます。その後世界選手権やダイヤモンドリーグと呼ばれる国際大会で数多くの経験を積めたことが今の三浦選手の強さを作り出しています。3000メートル障害は終盤になると徐々に選手が脱落する過酷なレース。三浦選手はメダル獲得には終盤での粘りと駆け引きが重要になると考えています。今自分が前に行ったら方がいいのか引いたらいいのかっていうのは考えながら走ってます。一つ一つのこの判断というのは大きい結果に響くかなと思います。タイムというよりかは順位、その勝負というところにこだわらないといけないかなと思っています。世界のこの強豪たちに一つでもこう食い下がれるように、走っていきたいなと思っています。メダル獲得です。やっぱり東京オリンピック、入賞できましたけど、そこからさらにステップアップしていきたいと思うと、やっぱり今年このパリオリンピックというのはずっと目指してきた大会なので一つ、メダルっていう大きな目標を掲げて、それを達成していけるように頑張っていきたいと思ってます。さてその三浦選手ですが日本時間の6日未明に3000メートル障害の予選に出場します。